Gematria are methods of assigning a numerical value to a Hebrew word or phrase based on its letters. Wikipedia writes that Gematria originated as an Assyro-Babylonian Greek system of alphanumeric code or cipher that was later adopted into Jewish culture. Then, according to Jewish Gematria, the number 77 or 77 stands for Christ. Today's video is about the most sacred number 77 or 77, which relates with Jesus Christ in the paintings. ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば、数字の77もしくは77は Christ、つまりキリスト、つまり救世主を意味します。今日の動画はその77についてのものです。77は中世の絵画の中の至るところに使われています。広し林、浜松シティ、ジャパン。Ultra Culture Gnostic website writes as follows. The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator God Jehovah. The true higher God was unknowable, infinite, unchangeable, andundefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば、次のようにあります。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。広し林、浜松シティ、ジャパン。あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義、あるいはグノーシス秘密結社の上位メンバーでした。その証拠写真がこの写真ということになります。中央右から2人目に写っているのがウォルト・ディズニーです。それはさておき、今日の物語はシェイクスピアから始まります。これはシェイクスピアがまだ生存中の1609年に書き表したとされる詩集、14行詩の詩集です。この中にシェイクスピアと書いてありますけども、名前に注意してください。Shake スピアーズとなっています。槍を振るうという意味なのでしょうか。そして最後には S がついています。複数形ですね。で、読み方によっては槍を振るう、あるいはシェイクスピアの14行詩とも読めるわけです。もともかくもこんなところにハイフンがあり、 S がついていること自体が何か意味ありげということになるわけです。で、名前をですね、シェイク、スピアで分けるとどうなるか。その文字の数はイエス、キリスト、
つまりジーザス・クライストの文字数と一致しています。どこかでイエス・キリストを意識していたのではないかと私、林博士は考えています。それにはこれから皆さんにお見せするいくつかの理由があります。熱心なキリスト教徒といえばそれまでですけども、その哲学はまさしくイエス・キリストの哲学と一致しています。話を先に進めます。シェイクスピアの哲学もしくは思想的背景というのは、その本の表紙に描かれているこの絵を見ればわかります。この赤枠の部分に注意してください。ここには大変奇妙な絵が描かれています。中央上の子供に注意してください。子供の頭から7枚の花びらもしくは光線が出ているのがわかります。7です。7です。10の像の光線も7本です。つまりこのような形でシェイクスピアは自らがフリーメイソンのメンバーであることを示しました。シェイクスピアは現在フリーメイソンの改革団体であるフラタニティという組織も立ち上げたと言われています。そのシェイクスピアの生年ですね、1564という数字に注意してください。1564をバラバラにして足しますと16です。その16をバラバラにして足しますと7です。バビロニアの比数学にのっとっています。そして死亡年も1616年。この1616年をバラバラにして足しますと7足す7イコール2かける7、やはり同じくバビロニアの比数学にのっとっています。大変興味深いことに、この絵の中に2匹のウサギが描かれています。ウサギというのはイナンナ・イシュタールのシンボリックな動物ということになります。当初チャーチ・オブ・ローマはイシュタール教の色彩が強かったものと林博士は考えています。そしてそのイシュタール教チャーチ・オブ・ローマがローマの国教と認められると同時に、イシュタールはイースターと名を変名します。そして現在の今でもローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。つまりマリアということになります。そのマリアが下の方に描かれているという点に注意してください。さらにこの絵には大変奇妙なものが描かれています。中央の部分の絵を逆さまにします。そしてその絵をシオン修道会の紋章と比べてみると、そのコンセプトが大変よく似ているのがわかります。右がシオン修道会の紋章です。十字軍の紋章と考えても良いわけですね。大変よく似ているということです。そしてシオン修道会の資料によれば、あのレオナルド・ダ・ヴィンチはこのシオン修道会の第12代グランドマスターであったことが分かっています。第12代グランドマスターであったことが分かっています。これがその資料です。サンドロ・ボッテチェリーの後を継いでレオナルド・ダ・ヴィンチ、今中央ですね、が第12代のシオン修道会のグランドマスターに就任していました。以上、それぞれの芸術家と秘密結社が有機的、つまり複雑に絡み合っているのがわかります。こうした事実をただ単なる偶然と言い切ってしまうことはできません。これも一つの例です。これはミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵ですけども、その中に775027という数字が隠し込まれていました。by 林博士発見です。775027の意味はヘブライ語の
ゲマトリア、つまり暗号によれば、キリスト、聖書のカインであるという意味になります。つまり1500年後のイエスはこのような形で、キリストというのは聖書でいうところのカインのことだよと、私たち人間にメッセージを残したということになります。おそらくミケランジェロ自身もこの暗号を解けなかったものと、私林浩司は考えています。その数字の中からダヴィンチなる画家は752という数字を抜き出して自分の死亡日としました。ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。67歳の5番目の月の2日に亡くなったことになっています。ミケランジェロがこの絵を描いたとき、同時にダヴィンチはアンギャリの戦いの絵のスケッチ画を描き残していますが、まだ生きていました。つまり生きている間に自分の死亡日を定めたということになります。わかりやすく言えば、替え玉あるいは操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチは、その上の1500年後のイエスの意思により67歳の5月2日に死んだこととして処理されたということになります。話を少し戻します。シェイクスピアの14行詩の表紙に戻ります。この絵にもう一度注意してください。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけれども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリー・スピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。
無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典と。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは、知ることもできなく無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか、これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。 by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私林博士です。つまり私林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくて、ヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の
問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで、今日は聖なる霊ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのは今日が初めてです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now。According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes.Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam.バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵はその礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品であるが、本当にそうでしょうか。私林博の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。広志林浜松市ジャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生優しい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしている
という絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。左がアダム、右が神、つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り、左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも、左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、この二人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に言ってますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまりジュイシュゲマトリアによればキリストを意味します。ジュイシュゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。Christ Simple Gematria 77ですね。なあち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね。キリストです。そして77はジュイッシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、分かりやすく言えば暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。
その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が、左がイエス・キリストであるとするならば、ローマン・カトリックにとっては誠にもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が分かれようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。マラノ is a term used for those Jews living in Liberia who converted or were forced to convert to Christianity yet continued to practice Judaism in secret. The term specifically refers to the accusation of crypto-Judaism. Michelangelo Buonarroti was most surely One of the Maranos. もともとマラノスあるいはマラノという言葉はローマンカトリックの迫害を恐れカトリックに改宗したイベリア半島に住んでいたユダヤ教徒や隠れユダヤ教徒を意味したユダヤ教徒の別紙語、つまり軽蔑語として使われていた言葉です。イベリア、つまり現在のスペイン、ポルトガルのあるイベリア半島全体を言います。こうした隠れユダヤ教徒たちは互いの立場をハンドジェスチャーを使って教え合っていました。中指と薬指をくっつけたハンドジェスチャーです。それはともかくもミケランジェロ・ブアノルティも明らかにそのユダヤ教徒、つまりマラノスでした。広志林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの壁画です。この壁画は見れば見るほど謎めいた壁画です。
まず最上部を見てください。ここに十字架が描かれています。イエス・キリストのシンボリックな十字架ということになります。そして反対側にはローマのバトンが描かれています。権威の象徴としてのバトンです。職杖とも言います。なぜこんなバトンがこんなところに描かれているのでしょうか。もう一度ここを確認しておいてください。この壁画の最上部には十字架とそしてローマのバトンが描かれています。まあ、権威の象徴としてのバトンということになります。で、ここを確認しておいてください。左が十字架、そして右がローマのバトンです。指揮者が使うバトンも、まあ、指揮棒と言いますけども、あれもバトンです。最上部の形が酷似している点に注意してください。なぜこんなところにバトンを書いたかですね。で、検証を重ねてみます。この絵でまず気になるのがこの場面です。中央にイエス・キリストと思われる神が立っています。人間は小さく描かれています。神々はその 1.5 倍から2倍近く大きく描かれています。その両側を2人の人物が囲んでいます。が、この2人の人物は視線こそイエス・キリストの方を向いていますが、何やら険悪な様相です。互いにいがみ合っているといった雰囲気ではないでしょうか。繰り返します。イエス・キリストを挟んで何やらいがみ合っているような雰囲気です。なぜミケランジェロ・ブラノテ、つまり1500年後のイエス・キリストはこのような絵を描いたのでしょうか。一般には最後の審判と言われていますけれども、本当にそうでしょうか。もう一度この壁画に戻ってみてください。この神、つまりイエス・キリストの向かって左側、右手を見てください。マラヌスの手をしています。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。別の壁画にも同じ指が表現されています。まあ、神と人間が手を合わせようとしているというふうに説明していますが、私林博士はまさに人間と神が離れようとしている場面だと解釈しています。逆です。ともかくもこの中指と薬指を見てください。やはりシグナム・マラーノ、つまりマラヌスの手を表現しています。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別死語でした。つまり、まあ、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して1500年後のイエスはここに描かれているのはユダヤ教徒であることを示したということになります。同じようにピエタ像でもそれが表現されています。このマリアの向かって左側、右手を見てください。やはりシグラム・マラーノが表現されています。中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ミケランジェロなる操り人形芸術家を通して、自分の姿勢を示したということになります。もう一度確認してください。神々はですね、皆シグナム・マラーノを表現しています。このハンドジェスチャーはイルミナティ、そしてその後に発足するイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。が、奇妙なことにこのイエス・キリストの向かって左側に佇んでいる女性、つまりマグダラのマリアはサバジオスの手を表現しています。手を注意深くご覧ください。薬指と小指を曲げ、残り3本を軽く伸ばしています。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代、トラシアンの神です。フリジアの、まあ、隣ということになります。トラシアンの古代の神です。これがサバジオスの手です。そしてそのハンドジェスチャーはバフォメットのハンドジェスチャーへとつながっていきます。バフォメットの両手を見てください。やはり薬指と、小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。このようにしてハンドジェスチャーを通して、システィナ礼拝堂の壁画とサバジオスと、そして
バファメットがつながっていきます。まあ、今日のテーマではありませんので、この話はここまでにしておきます。もう一度システィーナ礼拝堂の壁画に戻ってみます。で、この壁画はですね、ぐるっと時計回りに、地上から天井、そして審判を受けて、ふさわしくない人たちは、まあ、地上へ、地獄へと落とされていくというふうに一般に説明されていますが、ここにもやはり一文字の形で隠し文字が仕込まれていました。77と読むことができます。77というのは、ユダヤ・ゲマトリアによれば、つまりカバラ指数学に基づく、まあ、暗号によればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。77はキリストです。そしてその横なんですけども、50と読むことができます。50と読むことができます。50というのはやはり、ジューイッシュ・ゲマトリアによれば、聖書のビブリカルという意味です。そしてその横、この2が厳しいですけども、まあ、あえて2と呼ぶことにしました。その理由はこの後に続く動画の中で説明します。27、つまりケインと呼ぶことができます。旧約聖書の中のカインです。で、この77、50、27をつなげて読みますと、キリストは聖書のカインと呼ぶことができます。この2がやや厳しいのですけども、その理由は今言いましたようにもう少し後で説明します。つまりミケランジェロはこのような形でここに一文字の形でですね、いわゆる暗号を仕込んだということになります。そして今度はその次の段ということになります。まあ、ここにもやはり一文字が仕込まれています。まず分かりやすいのが中央やや左寄りの V と、そして中央にあります丸、すなわち O です。これ、まあ、V と O ですね。で、この V と O で、まあ、暗号が解けたわけですけども、その左にあるのは、私は I と読みました。I, V, O、 そして右の T です。なぜこのような文字に読んだかについてもこの後に説明します。で、つなげて読みますと Evot と読むことができます。これはボスニア語で Alive、 生きている、あるいは Life、 生命、命という意味です。ボスニアというのはアドリア海を挟んでイタリアと反対側にあった国です。カッシナの戦いの中にある一文字について説明しておきます。Correction of my mistake、間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス、復活、聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤ・ゲマトリアによればですね、77キリスト、50聖書の27会という意味です。全体としては Christ is Biblical King、 つまりキリストは聖書のカインであるという意味になります。間違いを訂正しておきます。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度簡単に説明しておきます。これがミケランジェロ・ボラノティが描いたとされるカシナの戦いの絵です。で、そのコピーということになります。弟子が書き写したということになっています。この絵の中には左から775027という数字が隠し込まれています。一文字の形で隠し込まれています。77ですね。そして5027です。で、この隠し文字についてですね、どういう意味かと言いますと、ゲマトリア、その中でもジュイシュゲマトリア、ユダヤゲマトリアによって読むとですね、77はキリスト、50はビブリカル、聖書のという意味ですね。そして27はカインという意味です。カインですね、いわゆる、まあ、
まあ、聖書に出てくる会員ですけども、でもう一度並べてみますと、77はキリスト、50は、まあ、ビブリカル、聖書の、そして27はカインという意味です。でこの3つの単語を並べてみますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよという意味になります。そうした、まあ、伝言をですね、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り、まあ、人形芸術家を通して私たち後世の人間にこのようなメッセージを残しました。もう一度言います。77キリスト、50はビブリカル、そして27はケイン、カインという意味ですね。で後述、この続く動画の中では77、イエスというふうに言っています。それから50は、復活というふうに言っていますけども、そうではなくて77はキリスト、50は、聖書の、そして27は、27が、カインという意味です。後述の動画の中では27聖書というふうに言っていますけども、それは間違いです。でその752をとってですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ操り人形芸術家だったんですけども、そのレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、67歳の5月2日に死んだということになっているわけです。もうそろそろ死んだことにしようかと言って、1500年後のイエスは、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形芸術家、すなわち捏造された芸術家からですね、遠ざかったというふうに私は林浩司は考えています。でこの77なんですけども、今言いましたようにユダヤのゲマトリアによればですね、キリストという意味です。で5足す2もやはり7になりますから、最後の7と付け加えますと77、すなわちキリストという意味がここから浮かび上がってきます。つまりこのような形で1500年後のイエスはですね、この絵の中にキリスト、キリストという文言も隠し込んだということになります。まあ、大変知的能力の高かったと言いますか、人間離れした知的能力をですね、まあ、このような絵を通して私たちに見せたということになります。それだけではありませんね。そしてその上の方にはですね、 I、V、その O、全体として目を細めて見ていただきますと分かりますけども、ここには O という字が隠し込んであります。そして T ですね、イヴォットです。イヴォットというのはボスニア語、すなわちアドリア海を挟んでですね、イタリアとちょうど反対側にある、まあ、国の言葉ですね。 ボスニア語で言いますと、イヴォットというのは alive、 生きている、もしくは life、 生命という意味です。ですから、まあ、このような形でですね、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通してイヴォットというこの言葉をですね、同じカシナの戦いの中に隠し込みました。中央左が、イタリア、そして右がボスニアです。イヴォット、すなわち生きているという意味です。なわち この段階でですね、レオナルド・ダ・ヴィンチはまだ生きているというふうに解釈できるわけです。このカシナの戦いの絵が描かれた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。それについての動画はこの後につなげておきますから、またご覧になってください。なわち、まあ、あらかじめですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日は設定されていた。すなわちその日にはレオナルド・ダ・ヴィンチの画家は死んでいなかった、イコール、1500年後のイエスは生きているという意味に解釈できます。1500年後のイエス・キリストはルネサンスの時代に現れ、ミケランジェロ・ボナノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢を示しました。その一つがこのカペラ・システィーナの中に描かれている壁画ということになります。でここに十字架を持った、まあ、イエス・キリストですね、そしてその右側にバトンを持った人たちが描かれています。なぜここに十字架とバトンが描かれているかということですね。もう一度確認してください。十字架と、まあ、権威の象徴であるバトンということになります。その最上部が同じという点でですね、私はこれをローマ時代のローマのですね、いわゆる、まあ、権威の象徴であるバトンと判断しました。つまりこのような形で、まあ、両者をですね、対立させることによって、まあ、イエス・キリストは何かを私たちにメッセージとして残そうとしたということになります。そして中央にいるのはユダヤ教徒のイエス・キリストです。カトリックの、まあ、イエス・キリストではないということですね。そしてそのイエス・キリストを挟んで2人の人物が何やら対立関係にあるように見えます。ちょうど同じって言いますかね、等距離に2人の人物が描かれている点に注意してください。まあ、険悪な雰囲気であることが、まあ、この絵からもわかると思います。そしてこのイエス・キリストは先ほど言いましたようにシグナム・マラーのマラヌスの手を表現しています。
隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。後のイエズス会のハンドジェスチャーへとつながっていきます。現在のローマ法王はイエズス会出身ですから、こうしたハンドジェスチャーを随所で、見せています。ともかくもここに描かれているイエスキリストは、少なくともカトリック教会といいますかね、いわゆるカトリックの言うイエス・キリストではないということになります。そして同じく、いわゆる、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、1500年後のイエスはこのピエタ像を通してシグナム・バラーノを表現しました。隠れユダヤ教徒の、まあ、ハンドジェスチャーということになります。そしてここに表現されているイエスは隠れユダヤ教徒だということですね。つまりこれがミケランジェロコードということになります。この大壁画を通して実はキリストとローマとは対立関係にあるということを示したということになります。そしてこのマグダラのマリアはですね、サバジオスハンドを表現しています。サバジオスというのは古代トラシアンの神です。そしてそれが、バファメットへとつながっていきます。バファメットイコール1500年後のイエス・キリスト説 by 林博士です。まあ、こうして、まあ1500年後のイエス・キリストはシスティーナ礼拝堂の天井画を通して私たちにメッセージを残したということになります。77は繰り返しますが、ジューイッシュ・ゲマトリアによればですね、クライスト、つまりキリストを意味します。そしてその横には号令、つまりベブリカル、聖書のとなります。でこの数字と先ほどのカシナの戦いの数字と比べていますと、次は2ということになります。775027と続きます。27の2は、27はですね、旧約聖書でいうアベルとカインのカインということになります。そして、まあ、775027をつなげますと、キリストというのは聖書でいうカインのことだよということになります。そしてこのここにはですね、 V と O が読み取ることができます。しかし I と T は読みづらいですね。しかしカシナの戦いの中に出ている文字と比較してみますと、 IVOT イコールイボット、すなわちボスニア語で生きているというふうに解釈できます。つまりイエス・キリストはまだ生きているという意味です。これが、いわゆる、まあ、ミケランジェロがですね、システィーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに残した、メッセージということになります。すなわちミケランジェロコードということになります。最後にもう一度復唱してこの謎解きを終わっておきます。ここに7、次に7ですね、そして50、この5はですね、カシナの戦いの中に出てくる、まあ、5と大変似通った方法で描かれています。そして027、すなわち、キリストはビブリカルカインであると。そして下にこの I、 この V ははっきりしますね。そして中央に O が隠されています。そして右の方に T が隠されています。 V と O が分かりましたので I と T をあえて I と T と読みました。そしてつなげますと、キリスト聖書の会員であり、そしてイボット、ボスニア語で生きているというふうに解釈できます。下がカシナの戦いです。やはり1500年後のイエス・キリストがミケランジェロ・ブラノティという操り人形芸術家を通して自分の姿勢をこのような形で示し、そして後世の私たちにですね、このようなメッセージを残したということになります。つまりこれがミケランジェロコードの内容ということになります。暗号を解くと、イエスは聖書でいうカインだと、そして彼は生きているという意味に解釈できます。彼すなわち私は生きているというふうに解釈できます。というのもこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリスト自身だからです。すなわちイエス、すなわち私は聖書でいうカインのことなんだよ、そして私は今も生きているというふうに解釈できます。神ですから、まあ、死んだり生きたりということはないわけですね。今の今も私たちのそばに生きているということになります。これがミケランジェロコードの意味と内容ですが、その最上部の謎が残りますね。左に十字架、右に、ローマのバトンが描かれています。すなわちこのような形で十字架とローマとは対立関係にあることを、1500年後のイエスはこのシスティーナ礼拝堂の壁画を通して私たちに教えたということになります。つまりイエス・キリストとローマン・カトリック、すなわちマリア教とは
対立関係にあったということを示しています。これが結論です。 Bye for now。According to Wikipedia, it writes about Singnam Marano as follows. The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution but continued to practice their religion secretly.Singnam Marano or Maranu's hand is its hand gesture of the Marano, though it is now widely used as a hand symbolic gesture of justice. Ahiroshi Hayashi also understands that Singnam Marano is being used as a symbolic hand gesture of Illuminati as well as aHand gesture of Jesuit. マラノという言葉は、もともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別紙語として使われていました。そうしたユダヤ人たちは、キリスト教とのふりをしながら、密かにユダヤ教を信仰していました。マラノの手は現在正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナムマラノ、つまりそのマラノであることを示すハンドサインということになります。で、このハンドジェスチャーは同時にイルミナティ、さらにはイエズス会のメンバーたちによっても使われています。広し林、浜祭り、ジャパン。アメリカの初代大統領のジョージ・ワシントンは、フリーメイソン及びイルミナティのメンバーでした。そのことはよく知られた事実です。つまり、アメリカという国は、もともとはフリーメイソンによって作られた国ということになります。そうした証拠がいくつか残っています。その一つが、ワシントンモニュメントということになります。ワシントン記念塔の土台を掘る作業は1848年春に着工された。礎石はワシントンが所属していた世界規模の友愛組織で今なお存在するフリーメイソンが主催した独立記念日の式典の一環として施設された。当日の演説では合衆国はそれ以降もワシントンを崇拝し続けるであろうといった内容が示された。祝賀者の一人は、もうワシントンが我々の時代に戻ってくることはないだろう。しかし彼の美徳は人類の心に刻み込まれた。戦場で大きな成果を上げた者は、ワシントンの指揮能力を見上げる。その教えによって日々、賢くなる者は、ワシントンを手本にしていると感じる。そして人々の絶望に反して、権力を放棄する者は、その目にワシントンのような輝きを抱くのだ、と書き記している。で、皆さんを、ジョージ・ワシントン・メイソニック・ナショナル・メモリアルに案内します。ここがそのメモリアルです。で、そのメモリアルの前庭には、
フリーメイソンのシンボルマークがはっきりと刻み込まれています。ジョージ・ワシントンはフリーメイソンでした。そしてその上位団体のイルミナティのメンバーでもあったようです。が、それだけではありません。これがジョージ・ワシントンの座像ということになります。そのジョージ・ワシントンの像を見ていただきたいと思いますが、上半身裸で向かって左側の右腕を高く上に上げています。このポーズはバフォメットのポーズと酷似していると、まあ広く言われています。つまりジョージ・ワシントンはバフォメット教、つまり俗に言う悪魔教の信者であったということにもなります。が、ここで注意していただきたいことは、悪魔教と位置づけているのはローマンカトリックであるという点です。左がジョージ・ワシントン、右がバフォメットです。そのハンドジェスチャーに注意してください。親指と人差し指と中指を伸ばしています。そして薬指と小指を軽く曲げています。ハンドジェスチャーも、まあ、この場合は大変よく似ているということですね。まあ、軽く中指を曲げているということです。さらに詳しく調べてみます。ジョージ・ワシントンの肖像画の中にはこんな絵も残っています。この肖像画の向かって右側、ジョージ・ワシントンの左手に注意してください。中指と薬指がくっついているのがわかります。シグナム・マラノ、つまりマラヌスの手です。隠れユダヤ教徒の別紙語がマラノです。イルミナティ、そして後のイエズス会のシンボリックなハンドジェスチャーとしてもよく知られています。そして1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったミケランジェロもそのマラヌスの手を表現しています。ミケランジェロの代表作ペーター像です。このマリアの向かって左側の手に注意してください。そして90度回転して左右反転しますと向きが同じになります。中指と薬指をくっつけているのがわかります。つまりこのような形で1500年後のイエスは自分の立場、そして正体を表明したということになります。これがシグナム・マラノ、マラヌスの手です。つまりイエス・キリストのシンボリックなハンドジェスチャーということになります。同じような手を1500年後のイエス・キリストは自分の絵画の中に残しています。これがシスティーナ礼拝堂の、まあ、天井画、壁画ということになります。中央に描かれているのが神ということになります。やはり中指と薬指がくっついている点に注意してください。シグナム・マラノ、マラヌスの手です。さらにこの絵を見てください。神と人間が今まさに指と指を触れ合うその瞬間ということになりますけれども、この神も、そして左の神ですよね。神もやはり中指と薬指がくっついている点に注意してください。このようにして、まあ自分の立場を表明したということになります。シグナム・マラノ、つまりマラヌスの手です。日本ではあまり馴染みのないハンドジェスチャーですけども、欧米では大変重要視されています。ここが今日のポイントの一つになりますから、もう一度おさらいしておきたいと思います。マラノという言葉は、もともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別紙語として使われていました。そうしたユダヤ人は、ユダヤ教をキリスト教徒のふりをしながら、密かに信仰していました。マラノの手は、現在、正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナム・マラノ、つまり、そのマラノであることを示すハンドサインということになります。マリア教徒化したローマンカトリックは、ユダヤ教のみならず、多宗教を徹底的に弾圧しました。
まあ、その中の一つがユダヤ教であったということになります。そしてその後、そのマラヌスの手はイエズス会に引き継がれます。イエズス会というのはイエスの仲間の会という意味です。シグナム・マラノ、マラヌスの手です。もう一度、ミケランジェロなる、芸術家が彫ったとされるピエタ像を見てください。向かって左側、マリアの右手です。中指と薬指がくっついているのがわかります。まあ、このような形で、1500年後のイエス・キリストはですね、ミケランジェロという操り人形芸術家を通して、自分のアジェンダを示したということになります。つまり、ここに彫刻されているのはイエス・キリストなんだよということをこのような形で示したということになります。中指と薬指がくっついています。ニコ・ジェロルドさんは、このハンドジェスチャーはイエズス会もしくはイルミナティのメンバーであることを示していると教えてくださいました。まあ、イエズス会が生まれたのはこの彫刻ができた後ですから、その後、イエズス会にその精神が引き継がれたということになります。フランシスコ・ザフェルもやはり、マラヌスの手を表現しています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。フランシスコ・ザフェルです。やはり中指と薬指がくっついています。つまり、イエスの仲間の会であることを示しました。つまり、このような形で、アンチ・マリア教、アンチ・マリアの立場を表明したということになります。同じ、まあ、ローマンカトリックにありながらですね、まあ、隠れユダヤ教徒たちは、このような形でマリア教に抵抗したということ、ふうにも理解できます。薬指と中指がくっついています。そしてこの、まあ、ハンドジェスチャーがですね、同時にイルミナティのハンドジェスチャーにもなっています。中指と薬指がくっついています。つまり、イエスの仲間の会という意味です。そして1900年後のイエス・キリストの同じく操り人形芸術家であったウィリアム・ブーグローです。そのブーグローもやはりマラヌスの手を表現しています。マリアの手に注意してください。中指と薬指がくっついていることがわかります。そしてイエス自身もですね、向かって右側、イエスの左手はマラヌスの手です。そして左手はですね、これはサバジオスの手です。まあ、それについての動画は別のところで説明しましたから、またそちらの方でご覧になってください。ともかくもこのイエスは向かって右側の手で、マラヌスの手を表現し、左手でですね、サバジオスの手を表現しています。そしてマリアの手は、マラヌスの手を表現しています。シグナム・マラノ、つまりマラヌスの手です。注意深くご覧ください。繰り返します。イエスの向かって右側の手はシグナム・マラノ、マラヌスの手を表現しています。そして左側の手はサバジオスの手を表現しています。サバジオスというのは現在のトルコ、トゥルニシアン、フリジアンの古代の神でした。そのサバジオスの手をジョージ・ワシントンが表現しています。そしてもう一枚の肖像画の方ではですね、向かって右側、ジョージ・ワシントンの左手に注意してください。この手は、シグナム・マラノ、つまり、マラヌスの手を表現しています。そして、バフォメットも基本的には、サバジオスの手を表現しています。親指、人差し指、中指を立てて、残りの2本を軽く曲げています。サバジオスの手です。こうして、キリストによるキリスト教の世界の神が一つに繋がっていきます。そして、言うまでもなく、それをまとめ上げているのがフリーメイソンということになります。そして、そのフリーメイソンのシンボル的なマークが、この Eye of Prometheus ということになります。そして、その、さらにその上位団体がイルミナティということになります。やはり、目のマークを使っています。さらに謎が深まります。今も言いましたように、この目はプロメテウスの目です。つまり、延期の目です。が、ローマンカトリックの方では、Eye of Prometheus を
eye of providence、 つまり摂理の目と説明していますが、これは摂理の目ではありません。プロメテウスの目です。延期の目です。その説明はこの後に続く動画の中で詳しくします。ここでは簡単に説明しておきますが、まあ、中央下に今その目が出てきます。私、林博士が発見した範囲の中では最も古い目ということになります。これが延期、つまりプロメテウスの目ということになります。その延期の正当な息子がマルドックということになります。まあ、その後、マルドックがこの目を自分のシンボルマークとして使ったということになります。つまり、このような形で目で繋がっていきます。プロメテウスの目です。で、これがウルのゲーム版と呼ばれているものです。が、これはゲーム版ではありません。神々のカレンダーです。そこには5種類の文様が、まあ、描かれています。いわゆる5人の神が描かれているということです。そして中央下が延期、つまり延期の申請数である40を表した、まあ、マークということになるわけですね。8方向に伸びるのは金星です。太陽系を外側から数えますと、金星は8番目の惑星ということになります。ですから、イナナ・イシュタールは金星、すなわち8方向に伸びる星を自分のシンボルマークとしていました。イナンナ・イシュターは、ウル区のエナと呼ばれている特別区を居住区としていました。これはウルに残るゲーム版と言われているものです。その中には5種類の文様が刻まれています。一つの例ですけども、この 5×420 はですね、シャーマシを表していると私、林博士は判断しました。これはバビロニアに残るバウンダリストーンから起こした絵ですけども、この中には神々の構図が表現されています。左上からアヌオ、エンリル、エンキとなります。そして、右上から、イナナイシュター、そしてからシャーマーシュ、そして下がですね、右下が、これがニンフルサングです。そして、それぞれの紙に、紙にはですね、申請数が割り当てられていました。この中で注意していただきたいのが、延期の40です。延期の40に特に注意してください。40は、延期の申請数ということになります。そして、ウルで発見された、この、まあ、ジョー・プアビの、遺骨とともに発見された、このゲーム版はですね、に注意していただきたいんですけども、向かって一番右ですね、目が4つ描かれています。つまり、40を表します。20枠で囲ったのはですね、10です。すなわち40です。で、8っていうふうに順番に照合していきますと、ぴたりとこれが一致するわけです。そして40、すなわち延期ということになります。プロメテウスです。その息子がですね、マルドックです。正当な、まあ、方法で、延期からマルドックに王位が譲渡されました。ともかくも40は延期であるということですね。そして延期のシンボルマークが目であるということです。これが女王プアビの墓から発見されたアイテムですけども、その中にも目と、それからまあ、八方向に伸びる、イナナ・イシュタールの、まあ、星のマークが描かれています。金星のマークです。そして八方向に伸びる。これがまあ、イナナ・イシュタールのシンボルマークであり、40、すなわち10が4つで40ですね。これが延期のそのシンボルマークということになります。まあ、このような形でですね、まあ、これが延期の目である、すなわちプロメテウスの目ということになります。これが世界最古の私が発見した範囲では、目ということになります。バイ・林博士発見です。まあ、これが、まあ、ハンドバッグのようなものですけども、まあ、現地では、バケツと言われているものです。まあ、いろんな風におっしゃるもんですね。要するにこれが延期の目、すなわちプロメテウスの目ということになります。そしてその王位を譲り受けたマルドックの目ということになります。現在はマルドックがこの地球を支配していると私、林博士は考えています。つまり、こうして並べて考えますとですね、キリストイコールマルドックという図式がここで浮かび上がってくるわけです。今度は左の方を見ていただきたいと思いますけども、こうして目と目で繋がりました。すなわち延期の息子のマルドックということになって、その流れがですね、イルミナティからフリーメイソンへと繋がって、現在のアメリカへと繋がっているということになります。その間を繋いでくれたのが、ワシントンの像ということになります。左上が延期、すなわちプロメテウスの目です。そして、それがマルドックへと繋がり、そして、その、流れがですね、現在の、まあ、フリーメイソンの流れへと繋がっているということになります。こうして、目を通してですね、神々が繋がりました。そして、
マルドクイコールラーであることも分かりました。それについての説明もこの続く動画の中でします。ともかくこれがブーゴロの書いたイエス・キリストの絵ですけども、まあ、分かりやすいのでこの絵を使いましたけども、そのイエス・キリストの向かって右側はこれはマラヌスの手、左側はサバジオスの手を表現しています。そして手で、まあ、ハンドジェスチャーで神々がつながりました。その間を繋いでくれたのが、今でもなく、ワシントンの像ということになります。そして中央下のバフォメットへと繋がっていきます。見るからに、まあ、見苦しいと言いますか、恐ろしい形相の神ですけども、あえてこのような、まあ、表現をしたと、私、林博士は考えています。人や神を、まあ、その姿や形で選んではダメだよということを、このような形で、まあ、イエス・キリストはですね、現在の私たち人間に教えているということになります。あえてこのような見苦しい顔をしてですね、まあ、人や人、まあ、神をですね、見かけで選んではいけないよと、そのように教えていると判断できます。そして左上が、まあ、プロメテスの絵ですね。そして右上がですね、これが、イルミナティのシンボルマークです。目で繋がります。そしてその目は、マルドック、さらには、エンキッへと繋がっていきます。続く動画の中でさらに詳しくそれを説明しますので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。ともかくも、何でもないワシントンの像ですけども、その向こうにはこのような謎が隠されていたということです。ワシントンの像を通してみると、すなわちイエス・キリストイコールマルドックということがわかるということです。わかったということですね。Bye for now. Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, butIt was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No, no, no. The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity.It originated from the eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The eye of providence, つまり、摂理の目というのは三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The eye of providence は正しくは、キリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形は、キリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は、栄光を表す。が、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからは、カオダイ、つまりベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No, no, no! 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビー
が君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。右から7つが7曜日を表します。そしてチップあるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、1回動かしましたら左の方に1つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シリーズン繰り返しますと364になります。何らかの形で、まあ、1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まあ、あのトランプですね、カードのカレンダー説と一致いたします。このウルのゲーム版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林博説によるものです。まあ、このようにして、まあ、これはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致したときには、その神の日だということに、まあ、定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれはゲーム版ではありませんが、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イシュターの模様であることはもう言うまでもありません。8方向に伸びる、まあ、金星を表しています。そして右がイナンナ・イシュターです。メソポタミアでは、イシュターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。あの、ウルクの残る、まあ、あの、レリーフです。で、このイナンナ・イシュターがこのように描かれていますけども、ウルクがイナンナ・イシュターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナンナ・イシュターであることは、いいですね。そしてそのもう一つこの5が4つ書いてあります。これは5子20で20を表します。20というのはシャーマー氏の神聖数です。なあち、まあ、イシュターとシャーマー氏は、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イシュターとシャーマー氏が組んでキリスト教を立ち上げます。20はシャーマー氏の神聖数です。太陽を表しています。右がその紋章です。で、一番右がですね、これがシャーマー氏の世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、あの、ハローをつけている点に注意してください。その先に光線が伸びています。で、神々の、あの、バビロニアの神々について復習しておきます。で、頂点にイシュタールが立ち、左に神、そして右にシャーマー氏がいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。そして、その下にいるのがエア、すなわち延期です。そして、ここにいるのがイシュターです。イナンナですね。日本ではイナンナと呼ばれていました。で、これがシャーマッシュです。そして、その下にニンフルサングです。延期のお姉さんとも言われています。まあ、延期と組んで、人間の改造をしました。それぞれの、申請数をこれから お見せしますから、中部書くご覧ください。アヌ王は60です。アヌ王は60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、延期は40です。ここが重要です。エア、延期は40です。そして、イシュターは15です。申請数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニフルさんは12です。ここで重要なのは、延期が40であるという点です。これが延期の申請数です。で、その申請数40について、もう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナンナ・イシュターのシンボルマークです。金星を表します。で、その順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナンナ・イシュターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに
死後20ですから、これはシャーマ氏の文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が延期の、まあ、申請数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、中央の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になってますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の申請数とパーフェクトに一致します。60がアヌオ、50がエンリル、40がエンキ、12がニフルサグですね。それから20がシャーマッシュ、15が、イシターということになります。イシターは8方向に伸びる、イナナイシターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニフルサグで、まあ、12に照合していくわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは延期の、まあ、申請数であることがわかります。こうして、40という申請数と、そして上の、目の模様ですね、と重なります。つながっていきます。すなわち、目の模様は延期であることを示しています。ここが重要です。目の模様は延期であることを示しています。その延期の息子がマルドクということになります。延期の息子がマルドクということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は延期の申請数である。そしてその申請数、まあ、40、延期のですね、息子がマルドクであるということになります。ここが重要です。延期の息子がマルドク、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウールからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナンナ・イシターの文様です。下にはですね、目が4つ彫刻されています。40、すなわち延期のシンボルマークであると同時に、延期の申請数ということになります。まあ、ちょうど、まあ、延期のいたエリドゥと、それから、イナナイシターのいたウルクの間に、ウルがあったということから、まあ、その調和を保つために、このように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、まあ私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。古代の核戦争について、ゼカリア・シッチンは次のように説明しています。マルドゥクとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地と、ソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、イエ、つまり、エンリルの長男、マードックは、彼の忠実な王と共に、地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今、上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そして、その左下に位置するのがマルドックということになります。つまり、一応延期の息子がマルドックという位置づけになっています。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのは、アヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、
そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかし、マードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局、この地球の支配者は、延期の息子であるマルドックと、エンリル派の流れを汲むイナンナ・イシュタールの、二人の神ということになります。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いと、マードックは考えた。そのため、イナンナと激しく戦った。イナンナというのは、エンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により、何千人もの人間兵士が巻き込まれ、殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局、この二派が、人間を使って、戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格によりマードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルがプラネット X であるかどうかについては議論が続いています。しかし、プラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのならそれはそれで良いと。が、神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。シナイ半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私、林博士が証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。それ以来、マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで
地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルトックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、塩基一派、サーペント族、つまり竜族とエンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして彼らのうち何人かは、ニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろん、マードックは明らかにそうではなかったが。こうして、延期の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。もう一つ、外堀をしっかりと埋めておきます。マルドックが古代、ペルシャにおいてはですね、神の中の神でした。その証拠がですね、ゼカリア・シッチンの書いた地球年代記の中にあります。それをこれから紹介しますが、全文を翻訳してみましたが、その一部にそれが出てきます。それを皆さんと一緒に確認したいと思います。紀元前3000年から4000年の記述の中に出てきます。まあ、このように、まあ、ゼカリア・シッチンはですね、タブレットを解読してこのような事実を掴んだということになります。その中に次のようにあります。で、まあ、エンリル一派は第二次ピラミッド戦争を仕掛けた。ここですね。エジプトの支配権はラー・マルドックからトスに移された。ラー・マルドックとあります。つまり、ラーというのはマルドックのことだったのです。次の記述の中にもそれが出てきます。で、半神半人のデミゴッドがエジプトを統治したと。で、ウルクですね。建設されたと。で、イナンナ・イシュターの住処としたと。その居住区をエナって言うんですよ。皆さん、大変興味深いと思います。エナ、日本のエナさんに通じますね。まあ、語呂合わせは慎重にしています。そして、ラーイコールマルドックという証拠がもう一つ出てきます。注意深くご覧ください。ここですね。マルドック、カッコ、ラーはエジプトに戻った。つまり、マルドックイコールラーということになりますと、アフラー、マズダーのアフラー。それから、まあ、ここにもありますね。アラーフのラーも、みんなラーで繋がっているということになります。つまり、みんな同じ一人の神、マルドックだということになります。繰り返します。アフラー・マズダーですね。アフラー・マズダー。マズダーは最も賢いという意味です。アフラーが神という意味です。ラー、エジプトの最高神ですね。ラー、これがマルドックだったというわけです。そして、イスラムで言うアラーフも、やっぱりラーという音が入っています。つまり、これらの神々は大
太陽の神、サンゴッド、つまり一人の神、マルドゥックということになります。ここが重要です。わかりますか？マルドゥックこそが、まあ、このペルシャでは最高の神であったということになります。それに果敢なく挑戦していったのが、イナンナ・イシュターということになります。まあ、こうして、二派の対立構造が生まれたということになります。で、挨拶の仕方といいますか、現在の祈りの仕方も大変よく似ています。エジプトでは、まあ、相手にですね、手をかざして挨拶しています。注意深くご覧ください。手のひらを相手に向けてますね。まあ、これがエジプトの挨拶であったわけです。ただ、音が似てるというだけじゃないということです。アラーフ、ラー、アフラー。イスラム教では、手のひらをやはりエジプトと同じように相手の方に向けて祈ります。そして、ゾラスター教では手のひらをやはり天の神に向けて手のひらを向けて祈りを捧げます。まあ、祈り方も同じであるということですね。すなわち、皆一人の神、マルドックを信仰しているということになります。ラーイコールマルドックというのはそういう意味が隠されています。マルドックが、まあ、最高神であったということになります。ペルセポリスに残るカンビセス2世のお父さんも、キュロス2世もやはりマルドックを信仰していました。で、結論ということになりますが、今まで私が話してきたことをまとめれば、それがそのまま結論になります。まず、ゼケレ書人のこの文章を読んでください。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。そしてこれがジョー・プアビの墓から出てきましたゲーム版です。で、その中に目が出てきます。まあ、5つの、文様をですね、このように文字と並べています。20は、シャーマ氏の神聖数ですね。で、中央がシャーマー氏のシンボルマークです。そして右がシャーマー氏の浮き彫りです。レリーフです。で、もう一度ここを確認していただきたいと思います。バビロニアの神々の構図です。これはバウンダリストーンから起こした絵ということになります。そして神々の神聖数をもう一度確認していただきたいと思います。アヌオは60、エンリルは50、エンキは40。ニンフルサーグは12、シャーマーシュは20、そしてイナナイシターは15です。イナナイシターは8方向に伸びる金星を、まあ、シンボルにしています。ともかくここで40という数字が出てくるところに注意してください。40イコール延期ということになります。そしてその延期の息子がマルドゥックです。延期の息子がマルドゥックです。ここが重要です。そして、マルドゥックも同じ40を使っていたと考えてもおかしくないわけですけども、もう一度ここを注意してみてください。イナンナ・イシュターですね。これは8方向に伸びる金星を使っています。そして25、これは50です。そして12、そして40ですね。20枠は10と数えます。まあ、くさび型文字でもそのようにしています。ですから、まあ、50というのは言うまでもなく、エンディルということになります。そして40が延期ということになります。20は言うまでもなく、シャーマー氏です。12がニンフルサングですね。そして40が、これが延期です。40延期、40延期、そしてマルドゥックとつながっていきます。そしてその、まあ、40という数字、この目がですね、ウルルから発掘されたハンドバッグのようなものに彫り込まれていました。まあ、それが物的証拠ということになります。で、これは、このバッグはですね、現地の考古学者たちはバケツと言っています。バケツなんか持ってるはずがありません。まあ、ともかくもこれがですね、そのハンドバッグのようなものですけども、ここには、いわゆるまあ、イナンナ・イシュターの文様と、それから延期の文様が両方描き込まれています。目が4つですね。40。すなわち、目が4つイコール延期ということにつながっていきます。つまり、この目は、延期のシンボルマークということになります。そして、その延期の後を継いだ、マルドゥックのシンボルマークということになります。これが物的証拠です。すなわち、目は、キリスト教でいう、まあ、目ではないということですね。
まあ時代が全然合いません。いわゆるキリスト教が生まれるよりもはるか昔にすでにこの目はあったということになります。これがその証拠です。そしてこの目がですね、エンキすなわちプロメテウスの目ということになるわけです。そしてこのプロメテウスの目がこのようにして表現されている。そしてそれがマルドクへとつながっていくということです。すなわち左上はエンキということになります。40。神聖数ですね。それで繋がりました。で、その模様がですね、目となって、ウルから発掘されたハンドバッグのようなものに織り込まれているということです。そしてその目が現在のフリーメイソン、もしくはイルミナティのシンボルマークへと繋がっています。つまりこれはキリスト教でいう、まあ、The Eye of Providence ではなくて、つまり、まさに、プロメテウスの目そのもの、延期の目そのものということになります。以上が林博士が皆さんにお見せできる証拠と証明です。これはまさしく The Eye of Prometheus ということになります。プロメテウスの目です。いかがですか？ということで、まあこれが、まあ、キリスト教が言うような目ではなくて、むしろキリスト教の方がですね、プロミシウスというのは、プロメテウスではまずいからということで、I of Providence に、言い換えたというふうに考えています。例えば、イシュタール教もイースターとローマンカトリックは言い換えています。まあ、いろいろとそういうふうに言い換えていますね。ですからこれは、こうした絵がカトリック教会の方から出ていますけども、こんなはずはありません。まあ、キリストの背中の方にですね、愛をプロビデンスがあると、まことしやかにこのような絵が発表されていますが、そんなはずはないということは皆さんもお分かりかと思います。つまりこれはプロメテウスの目です。プロメテウスの目です。In the following videos, I, Hiroshi Hayashi, would like to prove that 1. Adam in Capella Sistina is not Adam, but Jesus Christ himself. 続く動画の中で 1. Capella Sistina の天井画の中に描かれているアダムはアダムではなくてイエス・キリスト自身であったことをまず最初に説明、証明します。Then, I would like to prove with evidence that the God here on your right side is Zeus and Zeus is King Anu. 続いて、向かって右側の神がゼウスであり、そしてゼウスはキングアヌのことであったことを証明します。And I, Hiroshi Hayashi, would like to prove that Jesus is Marduk, son of Enki or Prometheus. そしてイエスと呼ばれている神はマルドク、つまりエンキ、つまりプロメテウスの息子であったことを証明します。And in these following videos, I, Hiroshi Hayashi, would like to prove that King An is Zeus and Zeus is the god calledエルシャダイ。以上の事実をつなげて、一連のビデオの中で私林博士はゼウスというのはアヌ王自身のことであったということ、そして私たちがエルシャダイと呼んでいる神はゼウス、つまりアヌ王であったことをこの一連の動画の中で証拠を添えて証明します。
Ancient History Encyclopedia writes about Prometheus as follows. In Greek mythology, the Titan Prometheus had a reputation as being something of a clever trickster, and he famously gave the human race the gift of fire and the skill of metalwork and action, for which he was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan as he was helplessly chained to a rock. I, Hiroshi Hayashi, wonder if Prometheus is just a clever tricker, but this is not a point for today's video. I hereby prove that King Anu is Zeus, or Zeus is King Anu in this video, with evidence Raffaello Santi had left us for humans. The point is that Prometheus was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan Prometheus. ギリシャ神話によれば、チタン族のプロメテウスはずる賢い詐欺師として位置づけられています。そして人間に火と金属加工の知恵を与えたという罪により、プロメテウスから罰を受けることになりました。プロメテウスはゼウスに体を鎖で巻かれ、毎日和紙に肝臓をついばまれるという刑を受けましたということになっていますが、本当にそうでしょうか。が、それは今日のポイントではありません。私、林博氏は、アヌ王イコールゼウス説をラファエロサンチが絵画の中に仕込んだ暗号を解くことによって、この動画の中で証明します。アヌ王イコールゼウスでした。広志林、浜松市、ジャパン。ラファエロ・サンチもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。それはともかくもラファエロ・サンチがこんな絵画を描き残しています。その絵画の右下に描かれている動物は馬なのかそれとも牛なのかということになります。一見すると馬のように見えますが、立花恵子さんという方がこれは牛ではないかと教えてくださいました。牛です。これで謎が解けました。この動物は馬なのか牛なのかですけども、立花恵子さんによればですね、角があるみたいだと、そして耳の位置もおかしいというわけですね。つまりこれは馬ではなくてお牛というわけです。ビンゴです。そしてお牛、牛ということになれば、つまりはプロメテウスを意味するシンボリックな動物ということになります。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。で、冒頭で話しました話を思い出してください。プロメテウスはワシに肝臓をついばまれる時計をゼウスから受けます。そして右がそのプロメテウス像です。右のプロメテウス像は足に鎖を巻かれ、そして和紙に体をついばまれています。この赤い部分が和紙ということになります。そして左のラファエロの絵の中でも和紙もしくはカラスのように見えますが、和紙に体をついばまれている牛が表現されています。これでここに描かれているのはプロメテウスと断定することができます。この黄色い丸で囲んだ部分に描かれているのはワシについばまれているプロメテウスということになります。そしてその右にも一人人物らしきものが描かれています。そしてその上にも描かれていますが、上の赤丸は当然ゼウスということになります。ここでのポイントは、牛イコールプロメテウスということになると牛イコール延期となり、その上に描かれているのは
アヌ王ということになります。つまりプロメテウスイコール延期とつながり、延期の上位神であるアヌ王へとつながっていきます。上の赤い丸で囲んだ人物がアヌ王ということになると、ギリシャ神話を元にすればアヌ王イコールゼウスということになります。となると、その左下に描かれている、まあ、動物ですけども、人物は誰かということになります。が、この動物イコール人物が誰であるかということについては、ラファエロ自身がその謎を解く手がかりを残してくれました。右の絵もラファエロ・サンチが描いた絵ですけども、この絵の中に奇妙な三本指の人間が描かれています。足元に注意してください。今赤丸で囲んでみました。この部分を拡大してみます。やや明るくしてみます。ここに描かれている足に注意してください。三本指の、まあ、人間ということになります。ここで注意していただきたいことは、左の足とそして右の足が同じであるという点です。ここが今日の一つの大切なポイントということになります。となると、この人物は誰かということですけども、他の人の足を消去法で消していきますと、この上の人物ということになります。この人物は誰なのかということになります。で、その謎を解くヒントを今度はミケランジェロ・ブアロルティが残してくれました。ミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像です。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。このような形で、左の人物はマリアであることをラファエロ・サンチは私たちにメッセージとして残したということになります。つまり三本指の人物はマリアの足ということになります。ここが次のポイントになりますから、注意深くご覧になってください。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。そしてそのことを知っていた人物がもう一人います。言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチです。で、ここではもう一度そのシグナム・マラーノを確認しておいてください。レオナルド・ダ・ヴィンチも三本指の人物の足を描いています。そしてその足はマリアの足ということになります。受胎告知の絵ですけども、この中央赤い丸で囲んだ部分に注意してください。この置物の下に三本指の足が描かれています。やや左上の白いのは置物の足です。その下に三本指の足が描かれています。比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、ここに描かれているマリアも三本指の魔女、つまりスリクスということになります。ローマ時代には最も恐れられた魔女です。人間の血を飲み、そして肉を食べていました。ウィキペディアの方では、邪悪なオーメンの鳥と表現されています。つまり、ダ・ヴィンチもその事実を知っていたということになりますが、もともとダ・ヴィンチもミケランジェロもラファエロも1500年後のイエスの操り人形でしたから、このようにコンセプトが一致していたとしても何らおかしくないということになります。それはともかくも、その足がラファエロの絵の中にも描かれているというところに注意してください。こうしてマリアとつながっていきます。そして、そのプロメテウス、マリアの上にいるのが当然ゼウスイコール
アヌ王ということになります。で、そのゼウスですけども、17世紀に発掘されたゼウス像と比較してみてください。17世紀にスメルナというところで発掘されました。そのゼウス像とコンセプトを共通します。こうしてゼウスイコールアヌ王、アヌ王イコールゼウス説が固められていきます。右がアヌ、左がゼウスということは、ゼウスイコールアヌ、アヌイコールゼウスということになります。となると、ゼウスの向かって左側にいる女性らしき人物は誰かということになりますが、流れからするとニンフルサグということになりますが、これは確実ではありません。消去法で考えていくと、延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。そしてこの白い丸で囲んだ人物、子供たちは誰かと言いますと、流れからするとアダムとイブではないかという仮説が立ちますが、これも定かではありませんが、ここではっきりしていることは、上にいるのがゼウスイコールアヌ、そして右下にいるのがプロメテウスイコール延期ということになります。そして左下にいるのがマリアということになります。で、結論ということになります。もう一度ラファエロ・サンチの描いたこの絵を見てください。そして右下に描かれているのが牛と分かることによって、この絵の持つ謎を解くことができました。立花恵子さん、どうもありがとうございました。私もこの動物は馬と考えていましたが、これは牛です。つまり延期、プロメテウスということになります。そしてその左にいるのがイシュタール、つまりストリックス、つまりマリアということになります。そしてその上に乗っているのがアヌ王イコールゼウスということになります。ギリシャ神話のゼウスと、そして堕天使プロメテウスの関係が、この一枚の絵で全て説明される、イコール証明されるということになります。そしてその上に一人、もう一人忘れてはならない神が君臨しています。今赤い四角で囲んだ部分に注意してください。天井から光が伸びているのが分かります。つまり下にいるのがゼウスイコールアヌ王ということになると、もう一人上位の神、つまりソフィアがこの絵の中に描かれているということになります。それについては別の動画で証明説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。ともかくもこの動画の結論は、アヌ王イコールゼウス、ゼウスイコールアヌ王であったということです。これでゼウスの謎が解けました。 Bye for now. Thank you.